現在卒論をやっているのですが、テーマは IT 防犯対策に対する、考察的な感じなのですが、テーマが大きすぎるのでしょうかっていう相談なんですけれども、まあこういう風な書き方になってくると、卒論っていうそのまあね、ある種短い期間で書こうと思うと結構大変で、範囲が広すぎるとどうしても内容が薄くなっちゃうよねっていうことだと思うんですけれども、そうですよね。まあちょっと話をしていたところで言うと、例えば、IT 防犯とそのプライバシーに関係するようなことってのはどうかみたいな話も出たんですけれども、まあこれに関して言うと、まあそれぐらいまで絞ればね、ある程度話っていうのはできると思うので、まあやっぱりね、卒論とかっていうのも、まあそれこそまあ文系とかだったら唯一書くような論文みたいなことにもなるわけで、なんかすごい壮大なことをやりたいっていう気持ちもわかるんですけれども、まあ現実問題としてね、そこまで大きなテーマが取り扱えるかっていうと、ちょっと厳しい部分とかもあるので、やっぱできるだけね、具体性の高いところっていうので攻めていくと、まあ書きやすいかなっていうふうに思いますね。で、IT 防犯っていうので考えたときには、やっぱりそのプライバシーっていうところの関係性とかって結構あるので、まあ比較的書きやすいとは思うんですね。ただ、そのまあプライバシーっていうところも結構その扱いとかがまあ難しいような話だったりとかはするので、まあ一般的にさ、そのプライバシーってすごい大事だみたいな話っていうのはあるし、まあ法律でも当然個人情報保護法なるものがあるので、ちゃんと大事に扱わなきゃいけないんだけれども、同時にそのプライバシーっていうものに対する過剰反応っていうものがすごい出てきていて、それはそれでやっぱり問題もあるでしょうっていうような考え方も同時にあるわけですね。この個人情報保護っていうのをまあ変に拡大解釈してしまうと、それこそ社会の発展につながらないとかっていうような部分もあるわけですよ。まあこれはかなり特異な例ですけれども、中国とかだったらその社会の発展っていうのはプライバシーに優越するっていうふうにも言い切っちゃってるわけですよね。だからもう社会が発展するためには個人情報なんて知らねえっていうことですから、まあそれによってですね、中国とかはかなりそのまあある意味監視社会といえば聞こえは悪いかもしれないですけれども、逆にそのたくさんの個人情報、まあそもそも人口も多いですし、そういったところから得られたものっていうのを使ってより便利な社会とかっていうのがまあできてるわけですよね。だからまあ例えばもう顔パスでいろんなことができるとかね、そういうことがまあできたりするわけですよ。で、この辺の感覚っていうのは、まあそれこそお国柄っていうのもあって、まあ、僕の知り合いの中国のあの人なんかはですね、もうもはやいやいやいやみたいな、そんなん別にもう無理だろうと、そんなんプライバシーとか気にするよりも便利な方がいいよねとか、逆に日本不便すぎみたいなことも言ったりするわけですよね。で、ここで大事なのは、その僕らが持ってる感覚っていうのだけでその論文とかを書いてしまうと非常に主観的なものになるっていう傾向が結構やっぱあってですね、そうなるとその客観性が大事な論文っていうものとはやっぱり合わないですよね。要は自分の感想文になっちゃう恐れがあるんだよね。わかりますかね。要は僕の考えたその最高の防犯対策みたいなところになって、いやそれはお前が思ってるだけだろみたいな話ですよね。でこうなってくると非常にそのよろしくないので、まあできるだけ客観視っていうのもしながらその進めていくっていうところは意識してやってもらうといいんじゃないでしょうかと、そういったところですかね。まあ専門じゃないんで僕も完璧なねその案とか出せるわけでもないんですけれども、まあこういったテーマはねなかなか面白そうではありますよね。本当にね、ぜひ頑張ってやってみてください。